どうもスリカです。今日は久しぶりに実際の私の泳ぎを見て解説をしていこうと思ってます。はい、今日はバタフライをやっていこうと思います。はい、では、V ずつにスローモーションで見ていくのでやっていきましょう。はい、まずめっちゃ遅いですね。2分の1倍速かな。で、まずはキック注目して見ていきましょう。ちなみに私めっちゃキック好きで、一昨日の動画でもお話ししたんですけど、そのキックっていう練習が一番好きなんですよ。で、なんかキックって言われて、まあ一番速いのもこのバタフライのドルフィンキックで、常にやっちゃいます。はい、で見ていくと、まあもちろん膝はあんまり曲げてない、あんまりって言った方がいいのかな、ほぼ曲げてないんですけど、曲がっちゃったっていうイメージですね、これは。はい、あんまり曲げない方がいいです。膝打ちにならないように、まあ、このぐらいの角度だったら許容範囲かなっていうぐらいです。はい、でよく見ていくと、ここ今第一キック、今こうグワンって打つんですけど、ここで腹筋から入ってます。はい、いきますよ。腹筋見てください。このグーって入ってる瞬間にめちゃめちゃ腹筋使ってます。第2キックはもうチョンぐらいで、そんなにめっちゃ筋肉使ってるわけではないですね。とにかく第1キックのこの、いきますね、グワンって、ここでめっちゃ腹筋を使ってます。はい、ご参考までに。はい、では次腕に注目して見ていきましょう。はい、以前動画でもご紹介いたしました、私は腕が全然使えないです。本当に筋肉がないんですよ。筋肉がないって言えばいいのかな、体力ないです、腕の。だからすぐへばっちゃいます。まあどう見ていけばいいのかな、私は別にスカーリングがまあ、苦手ではない方なんですけど、そうだからほとんど力使わないで、このスカーリングのこの手のひらのなんていうの、水の捕まえ方だけで腕は使ってるような感覚ですね。そう、もうだからなるべく使わない、もう回すのは腕の力っていうよりも、その肩甲骨からブルンって回してるだけです。ここら辺はまあそう、スカーリングぐらい使っても、上はブルンって使ってます。わかるかな。そう、まあだから言いたいのは、体とか腕の、腕じゃない、足の使い方がそこそこできてれば、腕は筋肉使わないでスカーリングさえできてればこれぐらいにはなります。私すごい速い人間ではないので、皆さんが頑張れば私ぐらいには確実になれます。はい、ってことで次が頭の向きですね。これもそう、結構生徒さんとか見てると、まあ前向きがちな方とかいらっしゃるんですけど、そう、頭のそう向きっていうか目線かなの見方なんですけど、まあここはもう思いっきり下ですね。下というよりも後ろみたいな感覚で、書く前にちょっと前向いて呼吸するとき、まあ今ほとんど呼吸してないんですけど、呼吸するときは頭にこう出たらもう下向いてます。そう、だから呼吸するときは前向かないでほぼ下を向いてるような感じです。この前向くのは、まあ、腕の動かし方の影響もあるし、その体の使い方的に前一周向かないと姿勢が取れないので、ここで一回前向いても下向いて後ろみたいな感じですね。そう、確かにその前見えなくて不安になっちゃう気持ちは分かりますが、必ず顎は引いた方がいいです。
そう、重心を前に、ここですね、重心前にしたいって時は必ず顎を引いて、でこう上がりたい時は若干パッて前向いていいですけど、そう、すぐ重心移動しないといけないので、ここで後ろをほぼ向きます。はい、次は姿勢。はい、姿勢ですね。そう、これはなんか一回スーパーお父さんに解説していただいて、柔らかすぎるって言われたところなんですけど、そう、まあ、確かに私この時泳いでて、なんて言うんだろうな、腰のところが詰まる感覚があって、多分柔らかすぎてるんですよ、ここら辺とか。そう、ほらビヨンって結構曲がってるじゃないですか、ここで詰まっちゃってるんですよね私。そう、結構私泳いでる時この詰まる感覚が多くて、まあ、女性の方だったら結構共感できる方いると思うんですけど、そう、ここでなんかスピードダウンしてる感じ、曲がりすぎて抵抗を受けて詰まっちゃってるっていう感じかな。そう、なのであんまりそのまあイルカ飛びとか練習してくねくねする練習しますが、そう、ここまで詰まるような感覚が来ちゃうと、まあ、腰にも来るし、そう、一回ここでスピード落ちちゃってるのであんまり良くないですね。もうここら辺でグッて詰まってるんですよ私。そう、だからもっとまっすぐなイメージでいいと思います。はい、では最後全体的に見ていきます。そう、私バタフライまあめっちゃ早いわけではないですね、ちょっと早いぐらいかな。はい、まあすごいなんか恐縮ですが皆さんが例えば水泳まだバタフライやったことないって方が本当にいいインストラクターに出会って一からちゃんとやってバタフライ4泳法とかもう泳げるようになって次はタイムだってなった時に努力して練習したら私ぐらいには確実になれます。てか私は確実に抜かせると思ってください。はい、私をもし指導するとしたらぜひ私を抜かしてほしいですね全然レベル高い人間ではないので、まあ、泳ぎはなんかなんとなくレベル高そうに見えますが全然そんなことないので追いつける泳ぎだと思って見ていてください。これは皆さん絶対できます。はい、まあ他の泳ぎもそうです、バタフライじゃなくても私平泳ぎクロール背泳ぎもめっちゃ速い人間ではないので真似すればできます。ってことで以上バタフライの泳ぎ動画編でした。毎週木曜日はこんな感じにしていこうかなと思います。動画を実際の私の動画の泳ぎを参考にして解説、今みたいに部位ごとで解説していきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。何か他に動画撮ってほしいっていう泳ぎがありましたらぜひ教えてください。近々動画撮りに行こうと考えてるので、はい、どんどんコメントください。では